今日一回塗り、二コース二番の今垣幸太郎も今日一回塗りです。ここまで西勝川が取りまして、ちょうどボーダーです。五点八レ一回塗りで二着、あるいは三着ですと、結果待ちという状況でしょうか。三コースの三番の佐久間は前半三着、四コース四番川い,い その4番代わりは角四5コースに5番地元の馬場です追加発戦ですがしっかりとシリーズリーダーさすがの強さを発揮していますドリーム2日目ドリーム6コースから4着でしたがその他は1着3本2着1本好成績6コース6番の長島牧長島ちょっと苦戦続きです今日1回乗り進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番第5レース予選競争スタートしました まずはインから1番の荒川健太がいいスタートか、一瞬の内幕へ逃げる1番、荒川健太、3番、佐久間がまくっていきます。ちょっと後方で 振り込んでるの二番の可愛いでしょうか。逃げた一番の荒川でしたが、そこをうちを攻めてきたのが、まず二番の今垣幸太郎。さらに五番のバ場も、ここトップ争い食い込んでまいりました。内から五番、二番、三、一番、さらに三番と、ここは三点ほど競り合っての。トップ争い、先陣争い、二幕繰り返し、またここで一番の荒川が優勢。二番手に二番、今垣、五番のババ場、三番手、スタートは正常でした。一、二、五、そして3、三、六、四の順。 まもなく周 1, 1番の荒川から2番の今垣へそして5番の馬場も3番手で追走中単独戦闘1番の荒川健太先ほどの1周のバックから2マークにかけましたは接戦の先陣争いでしたが再び1番、荒川健太が主導権そして2番手の2番、今垣差してくるか5番の馬場はまだ届かずに1、2、5は変わらずまもなく最終周回です。 インから1番の荒川健太がトップスタートでした、ちょうどコンマ1あたりのスタートか。 逃げた1番の荒川健太でしたが1周の2マーク、2番の今垣、5番の馬場も迫ってまいりましたがその追撃を振り切りまして1番の荒川が先頭です、そして後ろ2番、5番並んできました、うちに2番の今垣、外を迫ってきた5番の馬場、まだ僅差で2番の今垣、2番手ですが最終第2ターンマーク、5番の馬場はどう出るか、1番、2番、外全速5番の馬場ですがまだ届かず1、2、5のままか。 まず先頭一番の荒川健太が五人二番手二番今垣キープ三番手五番ババ三番佐久間六番長島牧最後に四番の川井祐希がゴールしました。以上第５レース予選競争でした。 レースを勝ちました。荒川健太選手です。お疲れ様でした。はい、ましたもう待望の一着になりました。そうですね。はい。はいずっと調整続いているようですが、ちょっと兆しは見えてこられたんですか?。そうですね。まあ、はい、キャリアはボディ変えてから、昨日からまあ人並みの展示ムもなったんで。はい、まあよくはないですけど、まあまあレースできるぐらいにはなってるんじゃないかなって。はい。わかりました。それではレースを振り返っていきます。はいえー、進入は枠なり三対三、荒川選手はインコースから。 あ緩やかかな左横か追い風。そうですね今日が一番スタートは難しかったですね、はっきりしない風だったんで、ではい、この,のスタート付近の船足っていうのも、やっっぱり課題はあったんですかそうですね、ちょっとキャリーボディ変える前なら、もう今垣さんに多分伸びられて、包まれてたと思うんですけど、まあ、バックもちょっと漏らしながらも、ここに出てるんで、んはいまあ、多少はよくなってると思います。はい じゃあの良くなった部分っていうのは改めてどんなとこなんですか？うんまあ全体的にですねまあペラが反応しだしたんで、うんはい、もう何やってもダメだったんで、はい、それがちょっと反応しだしたんで、うん、はいここから調整できると思います、うん、はいじゃ全くここまでは反応がなくて不慣れだったの変化がなくて、ね、っていう状況だったんですねはいじゃそれでもレベル的には普通ぐらいです、ね、そうですねはいまあ初日から合わせてる人とか、うん、いいエンジンにはやっぱりちょっと追いつくかな。 追いつかないだろうなとは思いながらも、うん、でもまあ自分でベストなところでいきます。はい、まあそれでも抜きではありますが、結果は出たということは、やはり挑戦の結果につながっているてことです、ね。そうですね。はい、はい、今日はこれで終了となりましたので、それではですね。朝に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ええー、まだあと2日残ってるんで、ええー、いそいそ大事に一生懸命します。応援お願いします。明日も頑張ってください,、はい。ありがとうございました。 では五レースの競争成績もお伝えします。一着一番の荒川健太選手、二着二番今垣幸太郎選手、三着には。